左折のやり方について、曲がりたい場所の30メーター手前までに車体を左に寄せます。通常の走行位置がこのぐらいに対して、左に寄せるとこのような見え方になります。左のドアミラーではこんな感じです。そして左に寄った状態をキープしたまま交差点に近づきます。減速のタイミングは曲がり角から車1台分手前までに終わらせましょう。そして減速が終わったら曲がり角を先に見ておきます。あまり近づくと見えなくなるので、実際に曲がるときは事前に見ておいた曲がり角の位置と行き先を見ながらハンドルを回していってあげます。曲がるときは曲がり角から離れないように徐行をしてあげましょう。